サウナ初心者です。この前めちゃくちゃ小さいログサウナで40、50の怪獣みたいな人に昼間から地獄から始めました。あ、あのね、サウナはね、あのメンツガチャがあるわ。単発ガチャじゃなくて10連ガチャやけん、必ずその別にサウナパッて入って一人しか座っと、あの一人しか座ってないことってめっちゃ少ないけん、大体サウナパッて入ったらまあ大体10連ガチャぐらいの人数座っとうけん、あればっかりはね10連やけん全部当たり引くのは難しい。やっぱその10連引いたらほら半分は外れやけん。でもそれよりは全然いいわ。なんならサウナガチャはそれより全然倍率いっちゃない。10人おっても、外れって1人か2人くらいしかおらんけん。でも普通にさ、ソシャゲやったらさ、6割7割は外れやん。って考えたらまあ、サウナメンツガチャはまあ、基本的に当たりが多いっちゃけど、それでもやっぱ外れはね、ガチやけん。汗飛ばしまくってくるよ、カバーみたいな。汗飛ばしジジイがおるけん。あれがマジでやばい。一番厄介よな。広かったらあんま気にならん。けどやっぱ、近くで汗飛ばされるのはちょっと嫌よな。分かってないっちゃう。しかもそいつらって。隣に住み入った人来た時の緊張感。いや、そう、ごめんやん、本当に。ごめん。でも、まあ、俺らもほら、肩身狭いね。つまんな。喘ぎ声がめっちゃでかいのもちょっとやだ。まあ、何の話してんの？お前の中のサウナは、それなの？お前の中のサウナメンツ、ガチャ、ハズレは、喘ぎ声がでかいキャラなの？どういうサウナ行ってんの？普段。コンセプトなの？どういうことなの？発展場や。水風呂入るときに声出されるな。ああ、な、そういうことね。ああ、みたいなやつ。水風呂のときのね。あ、コナン君もいるわ。サウナで喘ぎ声、妙だな。まあ、いいや、水風呂ぐらい声出ちゃうねん。おじさんたちはもう、俺もたまにあるし。あ、いや、ないわ、ごめん。俺はなかったわ。水風呂入るとき声出るかなと思ったけど、全然ないわ。まあでも人によってはあんじゃん、別に。それぐらい許してやれ。炭だらけの親父に囲まれたキッチン。おー、地獄とか言うな、かわいそうに。炭入っとう人だって別に、みんな生まれつき入っとっちゃけん、そういうのあんま良くないと思うわ。俺だって別に、ね、好き転んで別に炭いっぱい入れたわけじゃないし、やっぱ生まれつきこれで生まれてきとっちゃけんさ。そうやって、なんか、人の体になんかそうやって怖いとか地獄とかいうのあんま良くないんじゃないかな。先天性なんだから、かわいそうやろ。ね。まがまがしすぎる。生まれがまがまがし、まがまがしいってあんま人に使うなよ。めちゃくちゃおもろいわ。業がちょっと深いな。俺初めてマガマガしいっていう言葉向けられたけど、クソウケるな。俺も誰かに向けてやろう今度。